ミニさん、ごはんありがとう。あ、ミニさん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 。よっ。ミニさん、ミニさん、ミニさん。よいしょ。あれだ。はい、11月22日、ミニさん、サラドランキングエースだ。ミニさん、ありがとうございます。ありがとう。Thank you very much, ミニさん、Thank you, ありがとう。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。どうか。ミニさん、26日、サイドランキングズミニさん、Thank you very much, ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そして、あるかな、いるかな、いらっしゃった。28日のファーストランキングです。ミニさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 Thank you、 こんばんは、ありがとうございます。OK、大丈夫ですか。鈴木さん、何これ。あ、ラブユー、ラブレターありがとうございます。本当かい、ラピちゃんだけ嬉しい、ありがとう。ニコニコマックさん、尊いありがとうございます。鈴木さん、雪ありがとうございます。ありがとう。時間と完了ありがとうございます。皆さんもありがとう。こんばんは。うん、明日の朝すごく冷え込むんだって。私ね、今日ね、今長袖着ててね、おやつの代わりにね、ちょっとね、ミニラーメンを食べてたんですよ。すごく寒いね。暖房つけてるんだけど、本当にこれ暖房なのか不安になるぐらい寒いんだ。すすれない症候群です。こんばんは。うん、ねえ、これ以上寒くなるとね、結構やばいよね。町の電気屋さん、くまちゃん、リボンくま、ありがとうございます。ありがとう。12月はちょっと寒そうになんかひひってやります。うん、春雨中、これラーメン中そう、今日はね、ちょっとしたラーメン中です。なんか家ではね、本当になんかマグカップ用的な感じのラーメン、子供用みたいなので、そうそうそう、なんか子供用的なところで売られてるよ。なんかね、パンダが、そのこういう感じでパンダがね、いるの。見て、パンダ、うん、そうそうそう、これはね、あのちょっとね、あの一人鍋とかそういう感じのお鍋、最近、そうそうそう、あの実はね、なっちゃんがそのまあ一人暮らし体験をしていた時にお母さんがなんか、あの一人暮らし体験の後半の方にね、持ってきてくれたお鍋です。これね、なんかね、ちゃんとね、お鍋みたいになるの。蓋がついててね、なんかね、こうやってね、蓋することできるの。すごくない？すごいお鍋風になるでしょ。私すごいスープ大好きじゃん。そうでね、スープがすごい大好きなので、これいいじゃんと思って、まあ、なんだろう、これ蒸す、そのやつもあって、その蒸すね、どれがどこ行ったかな、なんか
こういうやつなんだけど、これのね、蒸すやつがあってね、そうそう、いろんなのが作れるの。うどんとか、ラーメンのね、この作り方がちょっと私はね、今日ね、熱湯を注いだんだけど、そう、ね、ラーメン作り方ちょっとよくわからなくて、あんまりね、うちね、すごいラーメン食べるってわけじゃないんだよね。そう、お鍋はちょっと、これは一人ではちょっと食べれないかな。まあ一人鍋的な感じでね、できたらね、いいなと思います。うどん、あかりんさんと一緒に食べたい。そう、こういうのをね、ちょっとね、お母さんにもらったの。あった、よいしょ、こういうやつ。これをこうやってね、ちゃんと段差があってね、これをこの鍋の中にポンって入れて、そのまああのなんだろう、じゃがいもとか蒸したりするといいよって言って、なんかそのそこからじゃがいも蒸す方法以外に何かあるかなと思ってマッシュポテトが誕生したんですよで、マッシュポテトを作ってました。うん、そうそうそう、だから今度なんか私流のあのね、スープを一緒に作っていけたらいいなと思います。なんか白菜とかキャベツを入れて、お水入れて、まああのお肉の代わりに餃子をね入れてます。餃子、まあ冷凍してあるだったら、なんか開けてポンって入れてレンジでチーンってして終わりみたいな感じなので、すごい簡単で楽です。しかもワンタンスープ風になるので、すごいね、いい感じです。うんね、今まではね、このね、黒いお鍋でやってたんだよね。これも一応一人鍋用のね、の似てるけどね、そうそうそう、こういうやつでやっておりました。ちょっとね、大きさがね、こっちの方がなんか高さも一緒ぐらいだし、なんかちょっと広い感じ、大きい感じです。こっちはね、そうそう、そう、今ね、お料理選抜っていうのがね、AKB さんでね、あるから、ちょっと私も今お料理にハマってるそうそうそう、なので一緒に家庭に参戦してますこんばんは。そう、今ね、ちょっとね、あの残りのマグカップ用のラーメンをね、食べてました本当にちっちゃい子用のね、カニのラーメンです。みんな知ってるかな、なんかね、こういうのなんだけど、マグヌードル、マグカップヌードルってやつ。そう、マグカップヌードルってやつ。なんか犬となんかパンダが生えてて、私は今日はパンダでした。その先ほどね、見せたんですけれども、パンダが入ってました。そう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 、このね、キャラクターがね、入ってるんですよ。何部、マーピちゃんはスープ部ですねスープ部だね、スープ私はすごいね、スープ好きなんですよ、本当にね、スープ大好きのマーピちゃんですだからもう今時期、お鍋大事、温まるの大事だから、このね、あのお鍋ちゃんをフル活用していきたいなと思いますカチューシャ、今日はね、小鹿です。12月の頭なので、ちっちゃい鹿です。可愛いでしょ、ありがとう。髪飛びちゃった、よいしょ。このスープ鍋はね、すごいね、お高いわけでも ないらしいので、お手頃価格で入るらしいので、お揃いにしてもいいよ、このお鍋、スープ鍋
気温が7度、寒いね。じゃあみんな一緒にこれをおそろいにして食べましょう。うん、札幌、そうなの、今同じ器で、もう持ってたのこれ、確かにこれはねすごくねいいお鍋です。みんなもにもちょっとおすすめ。今カレー作ってるの？こんばんは。このお姉さん可愛い、ありがとうございます。まーさん今日おやつの代わりにチョコとラーメン食べてます。朝日モバメール登録したよ、ありがとう。ちょっとモバメのね宣伝の方は今日最初の日なので、一番おすすめの日なので宣伝したいなと思います。うん、のぴちゃんすすれない。こんばんは。うん、じゃあツイートしよう。ツイートしまーす。ツイート。写真ツイートします。3、2、1どうぞ。私ね、麺類、そのラーメンをあまり食べないんですよ。パスタはね、いや食べるんだけど、ラーメンを私はねあまり食べないの。これはすごい、ちっちゃいラーメンなんだけど、大きいラーメンは、ま、本当にめったに食べないです。あんま好きじゃないかもしれない。好きじゃ好きだけど、好きなのかどうかわからない、あんま食べたことがないから。あー、サラハさんラーメンが好きってなんかちょっと聞きました。いいね、顔料ありがとう。うどんはめっちゃ好きです。うどんめっちゃ好き。うどん美味しいよね。ツイッター届いた、よかったよかった。こんばんは。うん、コロッケもね美味しいですよね。麺類食べ方大きさみたい。本当ですか。パスタのソース、そうね、ボロネーゼとか、あとはジェノベーゼとか。名前似てる。名前似てるな。ジェノベーゼとかボロネーゼとか好きです。カルボナーラとかも結構好きです。うん、美味しいよね。なんかパスタってすごく美味しいなと思います。ちょっと皆さんに聞いてみるね。投票でお答えください。1番、ラーメンが好き。2番、ラーメンをあまり食べない。じゃあいくよ、投票開始。1番、ラーメン好き。2番、
ラーメンあんま食べない。1、ラーメン好き。2、ラーメンあんま食べない。1、ラーメン好き。2、ラーメンあんま食べない。5、4、3、2、1、ビビーシュワッチ。おお、77%、7%と 22%、 だいたい 80% と 20% ということで、私の予想通りですね。だいたい 20%、80% ぐらいはラーメン好きって答えるんじゃないかなって思いました。すごーい。へー、じゃあ2割の方は私と一緒ですね。イエーイ、仲間。イエーイ。なんかあのアピちゃんの勝手な想像なんですけど、あのラーメンあんま食べないっていう方がいらっしゃるってことは、あれですね、女性の方も見ていらっしゃるということですね。女性の方はね、多分ラーメンよりもパスタの方が好きな方多いんじゃないかなって思います。あ、のびちゃんの勝手なご想像でございます。こんばんは。うん、あ、手軽に食べれるのがラーメンなんだ。なるほどね。あー、3分ぐらいで出来上がるのでしょ。そばはね、あの私自分でね作ったことあるんだけど、そばが気になっちゃったからもうやだ。それはどうかしら。あー、そうかそうか。で、ナプちゃんは本日ラーメンをちょっと食べてます。ちびこラーメン美味しいよ。NGD さんに、そうなんじゃ。パスタ博多っ子、電子レンジで、ん？え、博多ってパスタなの？パスタ博多っ子、電子レンジでどういうことだろう。うん、パスタもね美味しいもんね。ちょっともうおしゃれ。ちびこラーメンでおやつだから十分だよ。これ一応おやつなんです。これ一応おやつなので、結構あの多分重いおやつになります、これ。そうなの、これねおやつなの。うん、そうそう、これがね、今日いつもはこんなにおやつ食べないよ。みんな勘違いしないでね。いつもはこんなにおやつ食べないから。今日はこういうおやつだけど、ちっちゃいちびっこラーメンだから安心して。ちょっと夜ご飯入るかな、ピも心配だけど、今の時間食べちゃってるから、まあ多分大丈夫だと思うけど、うん、安心して。ラーメンの汁って美味しいんだね。いつも食べてると思ってました。そんないつも食べないよ。すれた。晩ご飯、晩ご飯であるんだよね一応。違うよ、大食いではないよ。うん、大食いではないな。夜は春雨ですね、これは完全に。あのね、ナオピちゃんね、すごい大食いかって言われると、うーん、どうなんでしょうね。
150ミリのお湯を注ぎ2分待ちます。どのぐらいの量なんだろうね。こんな感じの量だよ。こんな感じわかりやすいかな。だから思ったよりちっちゃいのよ。こんなもんだぜこんなもんだぜ。こんなもんの小ささだから結構この鍋に対してこの鍋に入れたのは多分大食いに見えるかもしれない。でも150ミリだからこれ多分それ以上ついてる。そうそうそう、すごくね小さいのですよ。そしてねすごくね少ないのですよ。これマグカップでできるような感じのやつなので超ちっちゃいんですよ。あ、例えばねこれガラスのコップあるじゃん。入らなかったこういう感じ、こういう感じ。あーこれじゃないな、こっちのマグカップかな。こういうマグ、こういうさマグカップあるじゃん。こういうさ、こういうマグカップで、こういう感じのラーメンです。こういう感じのラーメンです。言い訳じゃない食べてるように見えるじゃん。ラーメン一杯分ぐらい食べてるように見えるじゃん。このぐらいで大丈夫だからみんな安心してうん、言い訳 maybe no 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 息飲みできそう。うん、そのぐらいの量ですYes 結構便利便利、美味しいよ。うん、いやそんなに入れてないうんうん、これは水入れすぎです3個ぐらいこの中に入れてるの。これね私ねそうね入れてないな一つだけだよ、安心してください。なんかチートしたんだけどもう40分、ちょっとや。うん、私ラーメンの汁あんま飲めないかも。ラーメンの汁って飲むものなの？うん、器大きい、器めちゃめちゃ大きいよ。多分ね蓋でわかる。蓋がさこのぐらいあるのよ、仮面のようにあるの。いないいないばあいないいないばあ、あ塩分、なるほど、美味しければ飲む。あまり飲まん方がいい。うん、なるほど、じゃあちょっとあまり飲まないでおきます。私もね鍋だ、鍋じゃないわ、汁だけ飲むのはあれかも。Hi there, Sig. I'm hiding on the swinging jungle, on the jungle gym, on the ground, on the seesaw. Let's play hide and seek. Can you come?Down with me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Where are you? I'm behind the 器。ふた。はい。こういう感じの大きさなんだよね。そう、とても大きいんだよ。うん、小さい穴からいつでもあなたを監視してるよ。見えないな、でもね見えるの。
皆さんからは見えないかもしれない、皆さんからは見えないかもしれないけど、ナオピちゃんからはとてもよく見えている。ほうほう、みんな笑ってる。震えてる。カッカクブルブル、寒い。カッカクブルブル、カフフフ。でもさ、寒いとさ、歯がさ、カチ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 って、うん、震えない？クチ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 って、ね。バリア張ってるの。私との間にバリアを張らないで。本日はトナカイのアピさんです。サンタナビは後日現れるかも。あー、来たよ、ありがとう。見て、サンタカラオケの予定だよ。6000人、12月23日までに6000人達成したら、はい、達成したらナーピ、ほのぼのアピのサンタカラオケの予定だよ。だから12月23日までにできてなかったらない。みんなフォローしてね。キューです。うん、トナカイさんうちに来て。あ、プレゼントを配りに行くんですね、サンタさん。待って待って、いつの間にかメタボさんサンタさんになってたの。ナピちゃん好きだよ、ありがとう、嬉しいよ。ありがとう。うん、ピピピー、こんばんは、こんばんは、ヤッホー、ピピピのアピです。うん。バレるよ、そりゃいつかね。もうバレてるけどね、宣言してるからね。え。あ、45分ぐらいから七並べの57回の、そうだそうだ、いらっしゃるかな。さりげなくコメント読んでたりするから、ちょっと待ってね。うん、今いらっしゃらないかも。うん、まだいらっしゃらないかもしれない。うん、うんちさんいらっしゃるね。そうそうそう、え、おきさん誕生日メール、おきさんには誕生日メールした。オキさん、え、あ、オキさん、あれ23歳になりました。あれあれ、ちょっと待ってください。本日誕生日、12月1日、沖さんの誕生日だ。あちゃー、まだしてないです。まだしてないです。誕生日おめでとうございますわ。まだしてないですね。あ、大津さん57回、あ、大津さんありがとう、助かったよ。あの、返信ありがとうございました。あれもうね、大丈夫、書きました。うん、ありがとう、おかげで助かりました、書けました。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、やっていきたいなと思いまーす。よいしょ、今日だけにね、飲むね。醤油味ではないな、ラーメン味。これ何ラーメン？カップラーメン。うん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 。
すごい水の味がする。なんか水とそのラーメンの火薬が混じってる感じで、水の割合が結構多くなっちゃったから、あのね、難しいね、薄まったラーメンみたいな感じになっちゃってる。とてもなく美味しいよ。試験のかりんさん、こんばんは。初見さんのアピです、よろしくお願いします。こちらのフォローボタンポチッとよろしくね。12月23日までに6000人のフォロワーさん目指しております。ありがとう、来てくださってありがとうございます。そう、水の入れすぎだと思われます。食べれました、完食、ごちそうさまでした。うん、結構お腹いっぱい、夜ご飯入らなそう入んなかったら入んなかったで、またまた明日食べればいいか今日はうん、おやつが遅かったです。では七並べのお礼をしていきたいなと思います。イエーイ、ふー、では始めます。レディーゴーなんかすレディーゴー、じゃんじゃん、100 is Chop さん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 99 is ひろしさん、 Thank you very much、 ありがとう。 98 is 台湾いのりさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 97 is ゆうさん、ありがとうございます。ちょっと待って、テンションがちょっと今上がってる、落ち着かせます。うん、96 is ハイルさん、 Thank you very much、 ありがとうございます、ありがとう。そして95位伊豆真奈代さん、 Thank you very much、 ありがとうございます、ありがとう。そして94位伊豆人よさん、ありがとうございます、ありがとうございます。93位伊豆夏目さん、ありがとうございます、 Thank you very much。 そして92位伊豆しおりさん、ありがとうございます、ありがとう。91位伊豆みゆさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。第57回ありがとうございました。ありがとうございます、 Thank you very much。 こんばんは。うん、そうだね、オールスター感謝祭、うん、うん、確かに並びのお締めイベントの感謝祭イベントのお礼でございますね。いきます。90位イズクマヤシカカタンさん、ありがとうございます、ノクマン。そして89位イズジンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして88位伊豆瀬戸内魚類連合さん、魚類連合さん、ありがとうございます、いつもありがとう。そして87位伊豆タルタリストさん、ありがとうございます、ありがとうございます。86位伊豆研究生七並べに登場さん、ありがとうございます。ふう、85位伊豆エリオルピさん、ありがとうございます、ありがとう。ピーってつく方、ひらがなのねピーとかがつく方はこんな感じでハートにしております、ピーの部分を。こんばんは。うん、
と、そして、84位イズもやもやさん、ありがとうございます。82位イズあやいさん、ありがとうございます。そして81位イズ皆さん聞いてください、これは何と読みますか。不祥福福福津さんかな。これね、私ね漢字が難しくて難しかったです。不祥福福津さんで当てるでしょうか。不祥福津さん、ありがとうございます。何と読むのでしょうね、これは。ちょっとね、福津は合ってる、福津さんは合ってるそうです。星になっちゃうので。あ、不祥福津さん、みんな星になっちゃってる。オッケーオッケー、うんうんうん、オッケー、じゃあ不祥福津さん、オッケーオッケー、では不祥福津さん、ありがとうございます。あ、これね、実はね、小さく書いたには訳があるの。あの、アイアイさんっていう方はね、アイアイさんで小さく書いてあったからね、アイアイさんこんな感じにしましたと。オッケー、ではスクショー。アイアイさん見えないな。ありがとうございます。不祥福津さんと不祥福津さんで分かれるんだね。うん、不祥不祥不祥福津さん、あ、英語でね、不祥福津さん。あー、いろんな意見がありますね、難しい。ではいきます。80位 is オークンさん、 Thank you very much、 ありがとうございます、ありがとう。そして79位 is コブラさん、ありがとうございます。そして78位 is チーマルさん、ありがとうございます。チーカワさんみたい。77位 is プラザープラツーさん、ありがとうございます。プラツー。76位伊豆中広弥生さん、ありがとうございます、ありがとう。そして75位伊豆無限ピースさん、ありがとうございます。そして74位伊豆ポコポンポンさん、んポコポンポンポコポさん、んポンポコポンさん、ありがとうございます。そして73位伊豆しんちゃんさん、ありがとうございます。そして71位伊豆しわいさん、ありがとうございます。71位イズギヨンコートさん、ありがとうございます。ありがとう。ギヨンっていうのはこうじゃないか。ありがとうございます。星いっぱいのクリスマス、ありがとう。こんばんは。うん、結構難しい漢字ということが分かったぜ。ちょっと待って、これ不祥、あ、もしかして役って漢字、これさっきのはどうなんでしょうかね。こんばんは、よいしょ。ではいきます。70位 is ドアーモン、ドアーモンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして69位イズ花は買った人のものさん、ありがとうございます、ありがとう。68位イズエルシューさん、ありがとうございます。うんうん。そして67位イズダイユさん、ありがとうございます、ありがとう。そして66位イズモジさん、ありがとうございます。そして65位イズ蝶の荷付けさんかな、 ありがとうございます。これ蝶の荷付けさんで合ってる？ありがとうございます。そして64位伊豆表現の自由さん、ありがとうございます、ありがとう。そして63位伊豆キヨスさん、ありがとうございます。カレーの荷付け、カレーって読むんだね。カレーの荷付けさん、ありがとうございます、ごめんね。そして62位伊豆伊藤さん、ありがとうございます。
ありがとう。そして61イズダイダイさん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、はい、並べありがとうございました。ありがとうございます。カレイの煮付けさんね、この漢字は蝶ではなくカレイだ。よし、覚えたぞ。ごめんね、また忘れてたらごめんなさい。たけさん、初見さんですね。のぴです、よろしくお願いします。13歳です、ぜひ応援してね。こちゃん、フォローボタンポチッとよろしくお願いします。6000人目指しております、フォローしてね。では行きます。60位 is アレクシオスさん、ありがとうございます。ありがとう。今ね、七並べのお礼中です。ぜひ ST48 の七並べアプリインストールしてみてね。59位 is エイロさん、ありがとうございます。58位 is カイさん、ありがとうございます。ありがとう。57位 is クジラちゃんさん、ありがとうございます。 Thank you very much。56位 is フグモさん、ありがとうございます。50、あ、痛い、今の声こない結構響いたかも。55位 is ハリーポッターメガネさん、ありがとうございます。いつでもあなたを監視してるよ。54位 is 小笹山さん、ありがとうございます。ありがとう。53位 is のぞみ4号イエさん、ありがとうございます。52 is 2022年6月22日さん、ありがとうございます。ありがとう。そして51 is マハラジャ大王さん、ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとう。ありがとうございます。 Thank you very much。こんばんは、ありがとうございます。よしよし、ではでは行きますよ。続いて半分到達しました。ディリン、50位 is リノチャリさん、ありがとうございます。ミキ、ありがとう。続いて49位 is チャリンさん、ありがとうございます。チャリンチャリン。48 is TRXR さん、ありがとうございます。そして47位 is unknown さん、ありがとうございます。46位 is ゴロゴロさん、ありがとうございます。ゴロ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 、ありがとう。そして45位 is KDKR さん、ライオンさん、ありがとうございます。ありがとう。44位 is グリグリのアピさん、ありがとうございます。グリ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 。43位 is ムーンライトコーチさん、ありがとうございます。ありがとう。そして42位 is さくらさん、ありがとうございます。さくらさん、ありがとう。41位 is ロニーボーイさん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 、ありがとうございます。よいしょ、ここら辺のね、今かよかった。よし、ではでは、よいしょ、デリン。40位 is シュキシュキのアピちゃん、あ、シュキシュキのアピさん、ありがとうございます。自分ではないです。39位 is ガチさん、ありがとうございます。ありがとう。そして38位 is 時田ミルクさん、ありがとうございます。ありがとう。そして37位 is モモレンジャーさん、ありがとうございます。シャーン。36位 is タークーさん、ありがとうございます。 Thank you very much。 35位 is ドラ猫さん、ありがとうございます。お魚くわえたのら猫。34位 is シナモンロールさん、ありがとうございます。そして33位 is ヒロシ SR さん、ありがとうございます。32位 is ユキさん、カタカナユキさん、ありがとうございます。31位 is マリンライナー75さん、ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとう。
とうございます。 Thank you very much。 ありがとうございます。お、だいぶ近づいてきましたぞ。よいしょよいしょ。リリ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 ルルン。はい、スティッドイズのピの犬さん、ありがとうございます。 Thank you very much。 ファン。29位イズクリシュナさん、ありがとうございます。ありがとう。そして28位イズサンライズユミさん、ありがとうございます。ありがとう。27位イズニコラスさん、 Thank you very much。 ありがとうございます。ありがとう。26位イズチェリマーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして25位イズ瀬戸内新刊さん、ありがとうございます。 Thank you very much。 24位イズ瀬戸内マリンビューさん、ありがとうございます。ありがとう。23位イズカズ00848さん、ありがとうございます。ありがとう。2022イズ KT のさん、ありがとうございます。ありがとう。そして21位イズうたちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ほう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。よいしょ、ありり、あった。よいしょ。ジリン、こんばんは。10位イーズセウエストヒカリさん、ありがとうございます。ありがとう。そして19位イーズピピエモンさん、ありがとうございます。間違いませんでした、ありがとう。そして18位イズヒデさん、ありがとうございます。ありがとう。そして17位イズロンリーボーイさん、 Thank you very much。 ありがとうございます。そして16位イズエースのヨシタカさん、ありがとうございます。覚えました、ついに。よし。そして15位イズモロクズさん、ありがとうございます。ありがとう。ナピって名前をつけてね。そして14位イズオーツピピピさん、ありがとうございます。ありがとう。そして13位イズノンノンさん、ありがとうございます。ノンノン。そして12位イズピピピノピちゃん、はーい、ありがとう、イエーイ。そして11位イズシーナヘキルさんかな、これはなんて読むんでしょうか。シーナヘキルさん、ありがとうございます。シーナヘキルさんかな、多分合ってるだといいな。シーナヘキルさん、ありがとうございます。ありがとう。本人です、エリオルピさん。あ、こっちね、こっちね。あ、びっくりした。ごめんごめん。シーナ、あ、かっけっけっけ。シーナヘキルさん、ありがとうございます。ありがとう。声優さんのお名前シーナヘキルさん。あらば、そうなのですね。ごめんなさい、存じ上げておりませんでした。うん、では最後いきます。テッイズイナイチャリさん、ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとうございます。そして、ナイイズセイジさん、 Thank you。 ありがとうございます。ありがとう。そして8位イズシスタードラゴンさん、ありがとうございます。ごめんなさい、ミスタードラゴンさん、シスタードラゴンさんになってしまいました。あのミって書こうとしたら最後シュって書いちゃってシになってしまいまして、シスタードラゴンさんになってしまいまして、ごめんなさい、ミスタードラゴンさん、ごめんなさい。いらっしゃったらごめんなさい。そして7位イズジョーカー使うと喜ぶさん、ありがとうございます。ありがとう。そして6位イズ松崎さん、Thank you very much。 ありがとうございます。そして5位イズかりんとうさん、ありがとうございます。しとみ間違えるだけで本当に違う意味になっちゃうから、ごめんなさい。
てください。ちょっとねやばい失敗してしまいました。そして、4位イーズ妹のたくさん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much、 ありがとうございます。ごめんなさい。そしてデリンデリン、3rd is David さん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 2nd is とにかく信じましたさん、 Thank you very much、 ずっとナピをしていてね。そして、1st is おいきさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。ありがとう。はい、たくさんナピのカードでプレイしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。9月の分も少々遅れてごめんなさい。はい、ちょっと本日の、はい、本日七並べのお礼をさせていただきました。ありがとうございます。噛みました。はい、お礼をさせていただきました。ありがとうございました。いや本当にあのなぴちゃんスクショの取り忘れごめんなさい、気をつけます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。うー、イエーイ、できました。よいしょ。よし、じゃあちょっとだけ七並べやります。七並べやろう。みんな STU48 の七並べをインストールしました。みなさん聞いてください、 STU48 の七並べ、のあぴちゃんのアイコンがついに出ました。のぴちゃんのアイコンがついにガチャガチャで、出ました。新アイコン登場っていうのがね出ました。こんな感じで、そうで、そうなんですよ、のぴちゃんね実はこれ一回一回これやったら自分のアイコン出ました。やばいね、それ、出なかったの、残念だ、マジか、ショック。うん、そう、のぴちゃんのアイコンが出ました。でね、アイコン自分のね一回で出ました、出ました出ました。そうで今自分のアイコンにしてます。なんかね、あ、どんなアイコンかはのあぴちゃんと当たったらわかるかもしれないよ。なので七並べみんなやろう、一緒に遊ぼ う。こんな声してたっけ。そうなんですよ、本当に今回すごい強運です。めっちゃすごい引きが強いなって思いました。では13分からやります。13分からやります。多分ね、結構ね一押し力が上がったっぽいです。うん、あー、すごいですね。そうですね、またないとね。あ、たつやさん、ナクマのリボンありがとうございます。ミニクマありがとう、ナクマありがとうございます。声低い、確かにちょっとノアちゃん声は低いかもしれない。
13分00秒です。うん、めちゃ強運です。30秒後、19時。のぴちゃん今ね00秒単位でやっております。こんばんは。入ったかな。そう、めっちゃ強運です。うんうん、ゲームの声が低い。今の声は低くないよ。ゲームの声低い？ほんまに？マジか。対戦よろしくお願いします。こんな感じの声だよ。結構高いかもしれない。あ、最初からパスだ。あー、これ欲しいんだよな。このトレジャー、トレジャーがね今日の2時から出ましたらしいです。ハートゼロなんよ。マジか、ハートゼロなんか。私もねちょっとねハートなくなり気味でもある。あ、私の心のハートがなくなってきてるよ今ねえ。うおー、のぴちゃんのアイコンこんな感じのアイコンです。あー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 あああ悲しい。午前中で使い切った。マジか。あ、午前中だったらあれじゃない？1時間だったらあれ、なんかハートがなんか回復するの CM のみたいなの見たらできるらしいですよ。うん、ねえ、1万も置けずにバーストしたら悲しくなるよね。とりあえず2枚ぐらい置けました。2枚ぐらい置けて終わりました。くるくると対戦、くるくるも今やってるの。そうなんか、こんばんは。当たっちゃうかもしれないね。あー、これさ、私弱いになったら抜け出せないんだね。ちょっとくるくると当たるために56秒にしてみる。私ねくるくるの秒数知ってるんだよね。そうそう、くるくるの秒数実は知ってるんですよ。よいしょ、48。じゃあ16分56秒、16分56秒でしましょう。なかなかない。今これくるくる見てくれてるの？おお、やっほー、くるくる。見てくれたらいいね。仲良いだからね、かわいいよ。これももしかしたらなあ、くるくる推しと当たるかもしれない。よいしょ、寒いねー。みんな今家で暖房つけてる？のぴちゃんもね今ね家で暖房つけてるんだよね。でもね、とても寒いの。うん、一応ちょっと運でやってみます。50、52、53、54、55、56、いったかな、できたかな。のぴよしでした、全員。ひよしさん、デイビッドさん、ありがとうございます。ありがとう。すごい、しかものぴちゃんのシークレット2人持ってる、嬉しい。
お、ロープちゃん覚醒してるのもあるよ。受け取ります。へえ、お、のっぴんときめき、この方当たったことあるな。お、ハピネスが2人もいる。おお、たくさん当たった、イエーイ。あ、ゲットされた。ゲットするぞ、絶対にゲットします。やったー、1個ゲット、ふう。うん、ねえ、本当に野生のくるくるだったのかね。あ、1個ゲットされた。2個欲しかったな。切り札を使うよ。確かにこういうところはちょっと低いかもしれない。すごいね、それは本当に野生のくるくるだったかもしれんね。パス回しだー。あ、違った。のっぴちゃんはこの試合絶対に勝ちます。負けるわけにはいかないんだ。あ、1位、負けだ。もしかしてこれは、お、なるほど、これは接戦でしたね。ポイント獲得、2000ポイント獲得しました。負けた。はい、ありがとうございます。トレジャーゲット、よかった。こんばんは。え、1位2位になっただけで16人抜きだって。みんなちゃんと七並べやってるかい。今私の順位は何位だい。32位だって。あの、とりあえず22位を目指しましょう。22位達成しましょう。22位頑張って達成しよう。きっと私も頑張るから、みんなも一緒に頑張ろう。よろしくお願いします。はい、22位目指して頑張りましょう。よろしくお願いいたします。11+11=22。ねえ、ぜひ、のぴちゃんのカードでよろしくお願いいたします。頑張ろう。勝った、七並べ、おお、おめでとう。ね、ちょっとね、のぴちゃん平日あんまりできないんですけど、土日のぴちゃん頑張りたいなと思いますので、のぴに追い抜かれないよう、そしてのぴに追いつかれないよう。同じこと言った。はい、皆さんも頑張るし、のぴちゃんも皆さんのことを追い抜く感じで頑張ります。で、こうやってファンの方と接戦して、いつの間にか22位っていうのが目標です。よろしくお願いします。ではでは、お、シュワピのお時間となりましたので、シュワピをしていきたいなと思います。シュワピお姉さん。はい、ということでシュワピをやっていきたいと思います。よいしょ。シュワピー、よし。ではその前に、皆さん、皆様、デレン ST48 メールナビのモバメ、はい、ピピピ通信、ご登録はもうお済みでしょうか。お済みでしょうか。本日からね、12月ということで、12月1日、今日は1日ということで、ご登録いただくのに一番おすすめな人になっております。いつでもね、ご登録可能ということになっておりますが、ご登録のその
なんだろう、登録の区切り的な感じなのが1ヶ月に、あの1ヶ月単位みたいな感じになってるので、あのそうそういう感じなようなので、今日ナビのモバメを登録していただけると皆さんもハッピーだし、ナビもハッピー。今日ね、朝のおはようのそのメールと夜のメールを、まあちょっとこれからね、送りますので、そうそうそう、そのメールまだしかまだ送ってないので、うん、ほぼ5つ目ですね。ほぼ5つ目から受け取れるチャンスなので、公式ホームページの右上にある ST48 このねマークがございますと思います。このマークがあると思いますので、このマークを見つけたらそこをタップしてご登録していただけると嬉しいです。そして先ほどねツイッターにも、そのね URL を、貼りましたので、ぜひそこからご登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくね。そして月末には特別メールが届く予定なので、それも楽しみに待っておいてください。先月のもう送っちゃったよ。だから先月からね撮ってる方は今月のあの先月のね、そう11月30日に送ったんだよ、特別メールを。可愛かったでしょ。内容は秘密でお願いいたします。はーい。ナビのことをねもっと知っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、12月もねよろしくお願いします。え、写真可愛くて癒された、嬉しい、ありがとうございます。今のナビちゃんも可愛いかい。ありがとう。うん、ね返信、あ返信可能でございます。ぜひね返信してくださると嬉しいです。めっちゃ返信楽しみに待っております。皆さんからの返信めっちゃいつも楽しみに待っておりますので、よろしくお願いいたします。うん、よいしょ、リリー、よいしょ。ではシュラピやっていきましょう。レッツシュワピー、じゃんじゃーん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 。ナビは早起きがちょっと苦手です。朝4時に起きてサッカーを見ることはできない、ちょっとそれは本当に難しい。せめて6時半かな、ちょっと難しい。あのビちゃんは早起きがとても苦手で、朝がちょっと本当に苦手なんですよ。特に冬の朝はどうしても寝たくなっちゃいますよね。うん、あ、新海さんさん、ハートありがとうございます。5時に起きてご飯だけとか結構厳しいな。それではシュワピちゃんやっていきます。はい、復習用意スタート。ああ、せーの、の、あ、ピ、ちゃんちゃん、の、あ、ピ、ちゃんちゃん。カタカナでのを書いて、グーを横にしてグータッチ、ピン、上に人差し指でピンピンピン、ピン、そしてのあピン、イエーイ、行きました。いい感じでしょう。これでみんなできたかな。初の方も楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。今はね手話の指文字をやっています。それでは続いて、よいしょ、もろ
くず。これは本当にむず、ちょっとねグレードアップしますよ。せーの、もろくず。横から見るともろくず。図は自分から見て巣を描いてズズズズズと引きずり込むような感じでズズズズズっていうので図です。で、もはね、もしがもしがもしもももももも、人差し指と親指をもくっつける。そしてろはね、見てこういう感じです。人差し指と中指をこうやってくっつけてちょっと曲げて、ろくは5、4、3、あ、間違えた、5、6、7、8で9のく、同じ感じの指文字らしいです。これが9でくです。くでズズズズオッケー。もろくず、もろくず、機械音みたいな感じでできました。うん、そうそうそう、カタカナの巣をズーって引きずり感じでズですズですリズムがいいね、ありがとう。お、なんか急な質問きた。ポケット一時期集めてましたしんちゃんさん、焚き火ありがとうございます。できたかの？ OK、 よし、じゃあ次進むよ。よいしょ、続いては、瀬戸内ボディエイトということで、せーの、せーと、う、40明日か、いきます。せ、と、う、ち、はち。小指がつりそうな場合はこのようにすると良いかもしれません。できましたでしょうか。後ろ向きでもやりますね。いきます。こういう感じでやろうか。いきます、せーの、とうち48。見えましたか。ともちさん、ハートたくさんありがとうございます。いきませんでした。これはね、慣れとかそので口にできるかな。ここまでは OK だね。よし、そしたらよいしょ、ここじゃなくて、よいしょ、昨日、あ、一昨日ぐらいからですね、始めている花は誰のものっていう曲の手話をね、花は手話をやって、一緒にできたらいいなと思っております。いきますよ、せーの、もしこの世界から国境が消えたら、ここだけだと、もしもと、もしこんな感じです。もしこの世界から、世界を回ってるような感じ、世界丸をこうする感じです。もしこの世界から歌声に惚れました、それは嬉しいな、ありがとう。はい、ということで
これは結構ね、2つの手話だけでもしこの世界からが表現できます。もしこの世界から、そうだね、地球の上、結構これは同じ手話でやりますね。今のは何でしょう。生徒の要望にお答えしました。要望じゃないな、これは。ありがとうという気持ちを込めて歌いました。で、国境が消えたら、これはね、ちょっと皆さん難しいってちょっと言ってたものですね。国の、これね、国ね、国の境目、国境が、国境が、国境が消えたらの、こうやって国の境目が、ここね、グーとグーの間が境目ね、この境目が消えたら、これ右手が上、左手が下、消えたら、もしこの世界から国境が消えたらです。できましたかな。これはね、あ、そうだね、忍法ドローンみたいな感じだね。そうこれをゆっくりする感じで消えたらっていう、消えたらってさ、こういう感じない、なんか消えちゃったらどうしようって、このグーっていう感じのグーっていう感じ。こういう感じでグーってやります。これで消えたら OK。 うん、そうだね、消えたらはまあなんかギューってする感じ、この世界から消えたらっていう感じだから、こういう感じです。あ、小指から多分握った方が多分綺麗に見えるかなって思います。わかりやすいです、よかったです。で、昨日やったね、よいしょ。争うことなんかなくなるのに、せーの、争うことなんかなくなるのに。消えたらとなくなるのには同じ手話を使います。消えたらなくなる、同じような意味なので同じ手話を使います。争うっていうのは言い争うとか、争う、こう、うわーっていう感じで、昨日も同じようなことを同じような感じで説明してたんだけど、うわーっていう感じをうおーってやって、この戦う、その争いがここでうおーっていう感じです。で、争うことなんかなくなるのにっていう感じです。 OK ですか、できましたでしょうか。ここまではね、きっとバチシだなって思います。本日はちょっと違うところやっていきます。ここからね、ララ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 ラっていうの入って、あれちに入る予定なんだけど、今日はの違うところをやります。よいしょ、驚き桃の木なんだきー、よいしょ。で、本日はですね、ヒント、サビです。よいしょ。では、ここです。でりりりりりりん。あ、紐が外れた。毎回この配信毎回切れるね。どこかしらの紐が外れてる。この木、何の木？ノアの木。お、ともちさん、くまちゃん、ありがとうございます。よいしょ。え、この紐毎回外れるな、大丈夫？
ちょっとねこのねフックが外れやすいようになっていましてですね、なのでねちょっとね皆さんごめんなさい、外れることございます。本日は人はみんなきっと幸せなのにのところやります。そこまではサビ入ります。もしこの世界から国境が消えたら、日本です、いきます。人はみんなきっと幸せなのに、 OK？ 人を漢字で書いてください。自分の目の前で人って書いてください。あの他の方から見ると入るように入るって感じに見えるかもしれないけど、人って自分から見て人って書いてください。人はみんなみんなみんな、人はみんなきっと、これみんなね、このそのまあ例えばみんなってこうするじゃない、こうじゃなくてみんなきっと幸せ、幸せはあの瀬戸内の妹ね、瀬戸内の妹よ幸せになるんだよっていうのがあるんですけど、多分ね幸せのこの手話はここのあのこのね幸せになるんだよのところがここから来てるんじゃないかなと思います。幸せっていうのはこの顎を全部、これはね何々したいとか単位になっちゃうので、この場合は行きたい食べたいになっちゃうので、違う、全部くっつけて幸せ、あのシュシュ幸せ、 OK？ で人はみんなきっと幸せ、じゃあみんな一緒にやろう、せーの、人はみんなきっと幸せなのに、なのにっていう手話は今のところないでございます。うん、そうね、幸せがこういう感じです。2回 OKOK。じゃあもう一回いくよ、せーの、人はみんなきっと幸せなのに、できましたか？今日はねちょっとねサビの部分の続きみたいな感じで、人はみんなきっと幸せなのにをやりました。これはね片手でできる手話でございますね。うん、よしよし、みんな、じゃあみんなだけでやる時間がねあってね、2分後にします。昨日ね2分で何も皆さん OKOK って感じだったので、2分後の43分に確認したいなと思います。そう、ナーピのショールームはみんな幸せになれるんだよ、おいでー。うん、確かに、どうして何のためどんな手話なのでしょうか。続きはねまた続きでやるからね。夏屋さんこわこわありがとう、アリさん焚き火ありがとうございます、あったまるありがとう。うん、どんな感じになるのかはまた今度ですね。ノアピのショールームで幸せになる、すごいいい替え歌になったよ、あやのさんありがとう。いい感じの替え歌になりました、イエーイ。オリツさん、ナックマありがとうございます、ありがとう、こんばんは。ノアピ
のショールームで幸せになる。ノアピのショールーム。ショールームってなんか絶対手話ありそうだよね。ショールーム配信だからショールーム、ショールームで幸せになる。なるってどういう感じの手話なんだろうね。幸せなのに幸せになる。なるってどういう手話なんでしょうか。気になりますな。シンガー LSR さん、雪ありがとうございます。コン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 、なんだったっけこの歌、あられやコンコン、雪やコンコン、あられやコンコン、降ってはふってはずんずん積もる。達也さん、あ、For you ありがとうございます。 Love you だ、 Love you のラブレターありがとうございます。ありがとう。うん、キツネキツネアルファベットで、確かにショールームでね、アルファベットショールーム、ノアピのショールームで幸せになるいいね。うん、では43分過ぎてしまったので皆さん確認いたしますよ。ギクとかないよね。よし、では皆さん確認タイムいきますよ。じゃあもしこの世界からいきます。せーの、もしこの世界から国境が消えたら、争うことな、間違えた、ごめんね、もう一回もしこの世界から国境が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに。できたかな？できましたでしょうか。ではナピ先生、シワピ先生と一緒に復習をします。 OK？ じゃあいきますよ。せーの、もしこの世界から国境が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに。できたかな？お、おかげさまでできました。イエーイ、 OK OK、 イエーイ、できました。人生は紙飛行機、その手話もあるの？365日おほほほ、1,2,3,4,5 なのかな。365日うん、できました。よかった、できませんでした。また挑戦しましょう、頑張ろうね。これね、日々日々練習していくとできるようになるかなと思いますので、一緒にどんどん練習していきましょう。イエーイ。ではでは最後に歌いましょう、歌いましょう。ナプ先生歌うよ、みんなも一緒に踊ろう。じゃ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 はい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 。めっちゃ懐かしいね。みんなそういえばカキのダンス踊ってくれてた？
ッキーの歌、そういえば踊ってくれてたかな、一緒に踊ろうって言ってたけど、よいしょ。ではダンスは見てました、ダンスは一緒に踊ろうって言ってたのにね、よいしょ、うん、あ、ちょっと早かったかな、 ありがとうございました、ありがとう、またね。ちょっと早かったかな、ありがとうございました、ありがとう、またねー。